番春は1949年に公開された小津安二郎監督の日本映画。1949年度のキネマ旬報ベスト10の日本映画部門で1位に輝いている。日本国外でも非常に高い評価を得ており、英国映画協会選定の2012年版、批評家が選ぶ史上最高の映画トップ50で15位に輝いている。 のりこ役の原節子とその父親役の隆知州娘の結婚をめぐるホームドラマオズが初めて描いた作品であり、その後のオズ作品のスタイルを決定した。オズが原節子と初めてコンビを組んだ作品でもある。なお、本作及び後年の爆臭東京物語で原節子が演じたヒロインはすべてのりこという名前であり、この三作品をまとめて、 のりこ三部作と呼ぶこともある。原作は作家の広津和夫が熱海に滞在中に書いた小説父と娘である。オズは本作以前にもホームドラマを数多く手掛けているが、結婚する娘と父の関係を淡々とした日常の中に描いたのは本作が初となる。戦後二作目となる前作風の中のメス系では戦後の後輩した世相を 夫婦の危機に反映させた意欲作だったにもかかわらず観客の拒絶に遭い失敗作と認めざるを得なかったオズにとって一転して娘の結婚をめぐるホームドラマという普遍的な題材は興味を引くものだった監督を承諾したオズは箱入り娘以来14年ぶりにコンビを組むのだ候補と約1年をかけて脚本を執筆し映画化に臨んだ 野田とのコンビによる約1年間の脚本共同執筆は以後、オズの遺作となる、三馬の味まで続くこととなるが、同時に原説子とのコンビ、リュウ演じる初老の父親が娘を嫁にやる、悲哀など、いわゆるオズ映画のスタイルも全て本作で初めて確立された。また、ローアングルで切り返す独特な人物ショットの反復や、 空舞台と呼ばれる風景カットの挿入などの映像スタイルは必ずしも本作で初めて採用されたものではないが、以後遺作まで反復される娘の結婚というドラマと連動することによって、その説話的主題を明確にする映像スタイルとして機能することになる。占領下の日本において、鎌倉や京都の日本的な風景や能舞台などの日本文化をフィルムに焼き付け、 その中で描かれる余分な要素を一切排除した結婚ドラマは公開当時そこに日本的なものの復権を感じ取る観客層と戦後の現実からの逃避とみなす観客層の二つに分かれ評価は賛否両論となったしかしあえて普遍的な人間ドラマをありのままに描こうとするオズの姿勢は後にテレビ時代に入って本格化するホームドラマの制作スタイルに 多大な影響を与えることとなった。一方、映画で語られる人間の感情を描ききるためには、映画文法を踏み外すことも辞さない、オズの姿勢や感情を映像化しようとするスタイルは、後に世界中の映画評論家やファンの議論の的となり、オズ作品の中でも今なお最も語られることの多い一本である。本作は、リンゴの皮を剥いていた父親がうなだれるシーンで終わるが、 当初オズは父親役の隆ュウ州に川を向き終えたら同国するようにと指示を出していた。大行な演技を嫌っていたオズからそのような要求を受けたことに驚いたカサはそれはできないと答え、オズも無理にやらせようとはしなかったため変更になった。オズの指示通りに演技をしていたカサが唯一オズにことを唱えたのがこのシーンである。カサは後にオズ自身も迷っていたのかもしれず、 また自分にそういう演技はできないことを、オズも分かっていたのだろうとした上で、できるできないは別にして、とにかくやってみるべきだった。監督に言われたことはどんなことでもやるのが、俳優の仕事と語っている。劇中の脳の演目はオズが脳学士のコンパル、エ衛門に相談し、本作が恋物語であることから、コンパルが柿ツバタを提案し、採用された。柿ツバタは、 カキツバタの生の話で、伊勢物語第九弾に出てくる、アリワラの成平のカキツバタの和歌を下敷きにしたもの。クレジットには、カキツバタ連の前とあるが、連の前の部分は、編集時にカットされた。してを演じているのは、梅若万三郎。大学教授のソミヤ修吉は、娘ののり子と二人、鎌倉で暮らしている。戦中戦後の混乱の中で一時期体調を壊した。 こともあって、未だ独身のノリコを、周吉は心配しているが、ノリコは、周吉の助手のハットリとサイクリングに出かけたり、女学校時代の友人であるアヤと夜通し歓談したりしながら、父との生活を楽しんでいる。周吉はハットリをノリコとの結婚相手として考えたりもするが、彼がすでに婚約していることを知って、がっかりするのだった。ある日、 おばのマサから見合いの話を持ちかけられたノリコは、父を一人にするわけにはいかないと言って断ろうとする。マサは、周吉にも再婚の話があるから、その心配はいらないと言って、さらに説得する。帰宅したノリコは周吉に対し、本当に再婚する意思があるのかと問い詰め、周吉が頷くと、大きなショックを受けて、父に対して心を閉ざしてしまう。 ぎくしゃくした日々が続いていた二人だったが、見合いの後にのりこは結婚を承諾し、嫁入り前の最後の旅行として、親子で京都に向かう。周吉の友人の小野寺やその家族とも会って、楽しく過ごしたのりこだったが、明日は東京へ帰るという晩、やはりこのまま、周吉と一緒に暮らしたいと心情を吐露する。そんな娘に周吉は結婚して、 新しい生活を築いていくことの大切さをコンコンと解き、のりこは我がまま言ってすみませんでしたとうなずく。のりこがとついだ晩、周吉はあやと酒を飲みながら自分の再婚話はのりこを結婚させるためについた一世一代の嘘だったのだと告白するのだった。本作をめぐる論争の中に壺のカット論争がある。これは 終盤近くの京都の旅館のシーンにおいて、父親と娘が枕を並べて眠っていると、床の間に置かれた壺が一瞬映り込むカットの意味をめぐるものである。アメリカの映画監督ポール・シュレーダーは、これを父と別れなければならない娘の心情を象徴するものの哀れの風情であると評している。また映画評論家のドナルド・リチーは、壺を見ているのは娘であり、壺を見つめる娘の視線に、 結婚の決意が隠されていると分析する。一方、この二人に対して意義を唱えているのが、監督、小津安二郎で、小津映画の評価に新しい方向性を投げかけた、ハスミ・彦である。ハスは、まず、小津映画において、不死とはいえ性別の異なる男女が枕を並べて眠っていること自体が、例外的であり、またすべてを白昼の光の中に、 鮮明な輪郭を持って描いてきたオズが月光によって逆光のシルエットになっている壺を描いたことも例外であるとする。そして、ハスミはそれらから父と娘の間に横たわる見えない性的なイメージを読み取ろうとしている。娘が父に対して性的コンプレックスを抱いているのではないかという憶測を最初に投げかけたのは映画評論家の岩崎明である。 岩崎は、壺の意味については言及していないが、キネマ順方別冊、小津安二郎人と芸術の中で、父子の会話が、旅館の寝床の上で交わされていることに注目し、父に対して、性的コンプレックスを抱いていた娘が、この旅館のシーンをお天気に、父から性的に解放される名シーンであると、論じている。一方で、これらの推測は、 娘がツボを見ているという前提があるからこそ、成立するものであるが、編集されたフィルムを見る限り、娘はツボを見ていないとする反論もあり、性的か否か、ツボを見ているか否かという論争は、今もなお決着がついていない。オズセータ100年を記念して2003年に、国際シンポジウムが、東京で開催された際、出席者の一人だった、ポルトガルの映画監督、 マノエル・デ・オリベーラがこの問題について明確に不思想感と言及して議論を巻き起こした。なお、杉村春子はこのようなカットを撮影する際におズから気持ちを残したように演技してくださいと注文を受けたと語っている。対して女性史研究者の池川玲子は詳細な画像分析に基づいてこれらと全く異なる解釈を行っている。池川は 問題のカットの左端の暗がりに置かれた小さな塔に着目し、このカットが壺と塔のセットを基準に、明暗、生死、音妙といった二元論で構成されていると指摘する。その上で、その二元論の意味するところは男女であり、子宮とペニスであると結論付けている。さらに池川は、晩春の前年に制作された幸福の限界においても、原節子演じるヒロイン。 ユキコの自室に大量の壺が設置されていることを指摘し、壺が次世代を育む子宮のメタファーであったと結論付けている。スーパー戦隊シリーズ爆竜戦隊、アバレンジャー28話にこの晩春をオマージュしたシーンがある。怪人にさらわれる花嫁役のおり捜査でタイトルは万華となっている。2003年にオズヤスジロ生誕100年を記念して、 娘の結婚というタイトルでリメイクされ、ワウワウドラマ W 第7弾として放送された。監督は、市川昆で、長塚一慶さんと、鈴木京香が主演した。時代を現代に置き換えるなど、大幅な改編がなされている。2006年には再編集を経て、日本テレビのドラマコンプレックス枠で、地上波放送された。娘の結婚に関するカテゴリー。 ありがとうございます。